皆さん、どうもよろしく頼むしてるおもり DJ です。では本日はポケットモンスターポケレット、ポケレット縛り、ラドボン編やっていきましょう。全身人が来すぎて、誰も来んってことかな。北上の人間ですらも来てないねんで。ふと思ったけどさ。ほんとそこら辺ちょっと、不思議やね。何かに守られているというのか。まあ、ガチグマに守られていると言っても過言ではない、この場所。うん、ただ、こっち、ここよ、ここ。ありがたいわな、あたりさ。このあたりトレーナー全くいないのよね。この辺なんで誰もいないのって思うほどさ。だってさ、ちょっと焦ったりするんだが。ここまで行けたりすんのこれ。無理だよな。あれ行けんのかな、ちょっと行ってみたくなってきた。行ってみたくなってきたよね。これ終わったらちょっと行ってみて何かあんのか見に行ってもいいかもしれないな。してくれるよ。行こうか。うん、調査開始、スナップ開始。で、撮るところは、カメラを起動。あ、下ね。オッケー。忘れてたけん。どこだ？こっちだ。うん。10匹ね、やるところまでカットです。てなわけで、カット。うまくいったんで、あとは、ガチグマと戦闘して、うまく、終わらせていくだけ。いや、いい音楽よな。サザレーのさ、イベントの。好きだわ。SV のさ、BGM、DLC 編のやつで出ればさ、きっと心音楽すっげえループして聴くかなって思う。それほど好き。それほど好き、マジで。この癒される音楽っていうのが好きなのよ、もともと。うん。昔からね。ジャズしかり。まあ、最近はジャズは寝るときに聴くだけだというけど、寝るために聴く音楽になり下がってるけど、ミラー。本当にね、しっとり系の音楽結構好きだったりする。まあいろんな種類の音楽あるわけね。大体好き。大体好きよ。うん。その中でもしっとり系の音楽は一番好きな部類かなって思う。うん。まあダメ。どんまい。どんまいやな。さて、じゃあまずはフレアソングからですね。最初フレアソングします。フォースタイム入ってるんで、技は効かないと思うんで、あの技というのはブラッティームーンだっけ、それは効かないと思うんで、まずはフレアソングを1回入れます。2段階で上がります。すごいすごい、続きで言われてもね。さて、ここからや問題。地面タイプアイテムを持ってるんでね、どうなるかがわからん。瞑想する。あ、そう。あ、そう。特攻の特防を上げていく。怖いな。日本バレ、悠長にして大丈夫かな。久し強くしていく。まあ、でも、ブラティームは打てないんで。撃ってくるのは、大事な力あったよね。怖いな。それがちょっと怖いなって思う。よいしょ、光吸収からのズドーン。
コラビーが立ってまいて、全然黒ワインやん。まだまだ、まだ違う顔見せてくるか。いいね、取り応えやりすぎだよ。そっか。ほら、来るやん。いやー、怖っ。待ってってなった。あかんあかんってなった。あれ？ブラッドムーン、あ、当たったっけ？マジで？でも次のターン、動きませんからね、相手ね。しっかり集中して、ゾーン打ちます。よーし！残りもうちょい！いや、嘘！え？嘘！え？マジか。ちょっとガーディー頼む。あと頼むわ。ちょっとごめん、刺されとガーディーよ。ごめんってなった。だいぶごめんだったわ。マジかよ。やっぱ。え、待って。どうしよう。どうしようってなった。種爆弾もなんか、変やしな。変というか、微妙やしな。ノーマル地面だよね、確かね。ノーマル地面つうことはだ。電気を切らん。草、ソーラービームオンリーやね。ごめんな、さっきは刺されよ。あれ？なかったことになってる。なかったことになってねえ。あれやな。あれやれ？マジで？いや、うが、う、あ、なんかないことになってるわ。あ、そうかな。あ、じゃあその手で行った方がいい？その手で行った方がいい。やめとこ。一度負けていることに変わりはないね。あ、ほんまそこやで、ね。やばいな。あかつきやっばって思った。あくびして、いや、ちょっと寝なかったっけ？覚えてねえや。どうやったっけ？ふと思い出した。なんか変な特性してたよな。回復率下げられへんってやつだっけか。ふと思ったら。うん。ならいけんちゃうかな。あくびの戦法。あげやー。ボックー。あー、ボックではございません。先にあくびします。で、一旦先で寝るから、大体瞑想するから、大体瞑想するから、一段階ずつ上がったところで一緒って。日本バレします。じゃあ、強くしていきます。毒棒と毒棒は上がります。そう、めっちゃ上がります。2段階ずつ上がります。関係ない。これでフリアソングを出すと。いいね。すごいすごい！その続けて続けて！言われましたね。怠ける忘れさせてしまったな。まあでも、その分の、ね、やり方はいろいろ増えるからいいんやけど。よし！曲こう上がる。
いいね。ソーラービームで、あと。あとはソーラービームで。光吸収して、そこからショーンと一発。お、勝った！よっしゃ！勝った勝った！赤月が弱ってるぞ！捕獲チャンスだ、ジョシ君！さっきはごめんなさざる！マスターボールは良くない。マスボール捕まえるバカあるか？捕まえようかな。ラブラブボールもなんか変やしな。なんか赤い色してるしさ。赤色のリピートボール。まあいいかな。思ってた。ここはモンボで行こう。なんか梅干しって名付けてる人いそうやな。ガチクマにさ。ふとそんなことを思ってしまった。ふとそんなことを思ってしまった。梅干しさ。暁やけど。つけていくか。つけていくか。つけていくか。たまには。ああ、間違えた。梅干しし。梅干し、いや、梅干し、梅付きでいいか。梅付きさん。梅付きさん。梅付き。赤付きやから。なんかすげえ、安直感、否めない。うん。大丈夫かいでん？問題ないっす。よかったよかった。君はもうちょっとね、ああ、でねえと。かわいいな。タイプと直球すぎてさ、っていうか、刺され自身が。好きなものに熱中してる人、かつ、こういうさ、見た目の、こう、いたら、俺はもう、一目惚れしてまうよ。はっきり言って。終わったなぁ。全部終わったなぁ。まあ、あとちょっとね、ビリオリアも、戦闘シーンも2回、3回ほどあるんだけど、そこまで大してね、強くもねえし、やっても見応えないなと思って、いいやって思ったんだよ。実際さ。で、さっきちょっと言ってた、気になるって思った。ところがあったところに行こう。どうだ？こっちじゃないわ。こっちこっち。呪文に当たる可能性あったー！ほら、やっぱー。で、それ当たった時が色違いだったらすごいびっくりする可能性がある。一度あったから、なったからな。一度なったことあるから。なんか変な色。かじりが、かじり紙やから。こっち無理か、やっぱ。あ、無理ですね。はい。無理だよね。思ってはいたんよ。いけるかなと思ってしまった。一瞬思ってしまったよね。こうやって続いていくからさ。あれ、いけんかなと。あ、そうや。最後、忘れとったんや。やんの。最後ちゃんとサザレイベント終わらせて終わらせましょう。早かったね、今回は。だいぶ。四五時間で終わったね。累計。多分。きっと。最初にストーリークリアして、あとやったら。うん。これからこのやり方やね。なのでね、今後ね、ちょっとね、図鑑完成させないといけない。完成はさせない。完成させるまではいかんけど、150匹ね、北上で捕まえないといけないんで、先にね、今後ちょっと捕まえておこうと思う。
北上には来れないけど、北上に来る前の状態で、ポケモン図鑑の方ね、完成させといてもいいかなと思い出してはいる。ただそれをすると結構時間かかったりするんでね、やばいなって思ってはいる。やばいなとも思ってはいる。実際にこれね、150匹捕まえた、今回。のが、何匹か。数匹しか捕まえてなかったわけで、最初ね。そこから150匹に持ってくるのがね、何気に時間取るのよ。だから、さっきのポケモン図鑑の方の、ここら辺ね、捕まえれるところを捕まえて、北上図鑑と被るところをね、捕まえといて、始めるっていうのも一つの手やなとは、思い始めているんで、次回からそういう風にしていこうかなと思ってます。多分90匹くらいなってんちゃうかな。だから。うん。ではね、今回は、これにて、終わらせていただきます。次回は、次回の縛りは、ですね。さっき見ましたけど、ウェイニバルです。よろしくお願いします。で、その次パフュートンで、その次ワナイダーでございます。モミバッターのところまだだったよね、確か。だよね。タマンチュラの縛りはやったよね。あれやってたっけ、ちょっと覚えてない。グルトンとパフュートンはやったの覚えてる。すっげー覚えてる。うん、タマンチュラとワナイダーのところなんかちょっと記憶が曖昧なんで、もしやってなかったらね、ここら辺からね、クリア目指してって、図鑑の方でもではなく、ストーリーの方の、DLC じゃなくストーリーの方の、ストーリー、終わらせた後 DLC 行くっていう感じに、持っていこうと思う。ここら辺からね。では、ご視聴の方、ありがとうございました。また次回、ウェイリバルの縛りでお会いしましょう。まあ、実質9月縛りですね。進化あるにせよ、ね。進化なしでするんであれば、またそれはまた違う縛りになっていくんで、終わるので。では、ご視聴の方ね、ありがとうございました。ありがとうございます。グッバイスラバドロン。